中国の原子力潜水艦が台湾海峡で沈んだとの話を最近多く目にしています。日本の処理水問題は原子力潜水艦事故の目をそらすなんて話も出てきています。追跡して調べていきますね。日本の通常動力型潜水艦は世界最強とも呼ばれているそうですが、どこがそんなにすごいのでしょう？それを見ていきたいと思います。2020年3月5日、神戸市の三菱工業神戸工場で、海上自衛隊の最新鋭潜水艦を、竜の引き渡し式が行われました。欧竜は、広島の5基地を母港とする、そう、竜型潜水艦の11番艦です。広大な日本の領海を防衛する新戦力として、実戦配備の日を迎えたというわけです。5といえば海軍基地として有名ですね。大ヒットしたアニメ、この世界の片隅にの舞台も5でした。戦艦ヤマトの勇姿が呉港に浮かぶシーンもありましたね。そういえば、太平洋戦争末期、アメリカは、本当は軍港である呉に原爆を落とす計画だったそうです。しかし、天候の問題で広島に落としたのだと言われています。欧竜のデータを紹介しましょう。基準排水量2950トン、水中排水量4200トン、全長84メートル、幅 9.1 メートルとされ、通常動力型潜水艦としては、世界でも有数のビッグサイズと言われるほどの規模なのです。そう、竜型潜水艦のエンジンですが、10番艦までは、ディーゼル、スターリングの両エンジンと鉛製の蓄電池を併用した推進方式を採用していました。しかし、11番艦欧竜派ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池方式の併用となりました。かなり大きな変更があったということになります。ここで気になるのが欧竜の速力です。公表値は水上で13ノット、水中で20ノットなので、エンジン機関を大きく変えたのにもかかわらず、先輩である10番艦までの艦と大した違いがないことに気がついた方もいますよね。言うまでもなく、現在の潜水艦という兵器の位置づけは最重要軍事機密に該当します。となると、その重要な兵器の性能を簡単に推測されるような正しい数値を公表するわけはありません。つまり、あえて従来艦と違いの少ない値を公表していると考えるべきではないでしょうか。また、最新鋭艦欧竜だけでなく、従来の双竜型に関しても、連続潜航可能時間や最大潜航可能深度等、潜水艦の性能に関する重要な情報は、極秘事項として一切開示していないのです。厳重機密ということが明白ですね。言うまでもなく、潜水艦のデータを隠しているのは一言なく、世界的にも同じ傾向です。となると、欧竜の公表値水中速力は20ノットですが、実速度とは全然違うのではないかと推測する人も多いそうですが、当然といえば当然ですね。データを隠したり、ごまかす理由は、水中速度と連続潜航可能時間が分かれば、当該潜水艦の行動可能範囲が他国に把握されてしまう恐れがあるからです。発見されることなく、隠密行動を取る潜水艦の活動範囲は、絶対に敵に知られてはならない情報です。特に、通常動力型潜水艦は、絶対に秘密にしておくべき情報です。では原潜なら大丈夫なのか？ということですが、実は、原子力推進型潜水艦は、機関部分だけを考えると、理論上、ほぼ無限に連続航行できるのです。原子力を利用した機関は強力ですから、水中速力も30ノットは出るだろうというのが一般的な知識です。ですから、原潜は、通常型とは逆に隠す必要がないので、隠したとしても、バレバレで意味なしと言った方がいいのかもしれませんね。現実的には、原潜でも、それを動かす人間、乗組員は艦内で生活していますから、食料など物資の補給はどうしても必要です。また、狭い艦内に缶詰状態に置かれることに耐えていかなければならない人間の精神面の課題なども様々あるでしょう。
つまり、源泉自体は動き続けるとしても、中にいる人間にとっては、その中での長期にわたる生活は、困難が伴うものと考えられます。話を追う流に戻します。鉛蓄電池より出力の大きいリチウムイオン電池を採用しているので、10番管までの従来管と同じ水中速力とは考えられません。瞬間的なパワーなら原子力推進型に遜色ないのではないかと思われます。原子力推進型潜水艦にメリットが多いのは確かでしょう。だからこそ、アメリカやイギリスなどのように保有している潜水艦のすべてが源泉である国々が軍事力では優位ということは明らかです。確かに、建造費、管理、維持経費、廃棄処分までの手間や予算を無視すれば、原子力推進型は一番パワーがありますし、これに勝てる機関は今現在は存在しないとも思われますから、無敵と言えましょう。ちょっと飛躍した例えですが、原子力推進型というのは、簡単に言うと、人気アニメ、新世紀エヴァンゲリオンに登場した S2 機関、人類の敵とされる人が体内に持っている A 級機関のようなものと考えられます。つまり、無限に近いエネルギーを発生できる仕組みと考えていいでしょう。A 級機関については、古くから作りたいとか、作られたが壊されたなど様々噂されてきましたが、はっきりと発明されたとは公表されていないようです。最近は、A 級機関という言葉も、ほとんど目にしなくなりましたが、永遠はないと考えた人類は、A 級機関を考えることを止めたのでしょうか。原子力推進型か通常動力型かに関係なく、潜水艦の性能の優先事項になるのは最大潜航深度と言われています。どれぐらい深く潜れるかが、敵のソナーから逃れられるポイントと言えましょう。当たり前のことですが、膨大な海中全域を一度に索敵することは非常に困難でしょう。つまり、敵のソナーより深く潜ることができれば有利というわけです。要するに、敵より深い位置にいたら、下から敵を攻撃できるんですからね。あるいは、実際に攻撃しなくても、自分たちのレーダーで捕捉できない潜水艦が、同じ海中、ごく近くに潜んでいるのかもしれないという不安を感じさせるだけで十分なのです。もし、敵の潜水艦がいたら、自分たちに危険が迫るわけですから、その場から離れるなど、水上艦艇の行動は、かなり制限をかけることができるはずです。敵の捜索行動を牽制する力があるのは言わずともわかりますね。船体に使われている素材の強度から見て、防流波約 600m 以上の深度まで潜航可能ではないかとも推測されています。中国海軍潜水艦の深度が約 300m ということですから、それが事実なら、防流がかなり優位とも思えますね。しかし、舞台と想定されるのは、水深の深い太平洋ではなく、水深の浅い東シナ海や南シナ海です。ここを、中国海軍との対潜水艦戦の主戦場と仮定した場合、横流ではオーバースペックではという指摘もあるそうです。簡単に言うと、横流をここに投入するのは、もったいないということなのでしょうか？ライオンは、ウサギを仕留めるにも全力を出すという言葉があります。強力な兵器を出し惜しみしてチャンスを逃しては元も子もないと感じます。太平洋戦争末期の戦艦ヤマトの例を思い出してしまうのは筆者だけでしょうか？潜航深度以外にも日本の潜水艦が高いレベルにあると考えられている理由はもう一つ静粛性です。視界が悪い深い海中では潜水艦の動きは音で判断するしかありません。となると、なるべくエンジン音や生活音などが少ない方が有利なのは自明の理ですよね。横流は通常動力型潜水艦ですが、原子力推進型より構造的に優れているポイントを極限まで突き詰めていった結果、驚くほどの秘匿性を持つ潜水艦になったというのです。中国潜水艦浮上事件が横流の静粛性の証拠になるかもしれません。2018年1月、日本の領土である尖閣諸島沖に、中国海軍潜水艦が突然浮上したのです。海中に隠れて行動するはずの潜水艦が浮上したことで、大騒ぎになりました。
尖閣諸島付近の海中でこそこそ活動していた中国潜水艦を発見し、空自と海自が執拗に追跡し、相手ハオリュウからは逃げられないと判断して、しぶしぶ浮上したのが真相だろうと見られています。要するに、追跡されるまで中国側が気づかなかったということですね。オウリュウの静粛性の凄さを痛感したのではないでしょうか。中国海軍原潜には、数多くの騒音トラブルが発生しているそうですから、秘匿性に関して、オウリュウは世界最高水準の潜水艦であると断言しても間違いないでしょう。日本は防衛費の増額を決定し、防衛政策の転換点となっている。そんな中、反撃能力の向上で、人に意識地対艦誘導弾も射程距離の延伸と能力向上が進行中。今回は和製トマホーク、人に意識精密誘導弾改めを詳しく深掘りしていきます。自衛隊の強化が急がれるが、やはり隊員不足は自衛隊でも深刻な状態です。ドローンやAIなどの装備が急がれますが、ターミネーターみたいな未来が来ると恐ろしく考えてしまいます。中国の動きが以前とは違って日本を攻撃している。近平は終焉かもね。2023年8月31日、日本の防衛省は、来年度2024年度分の防衛予算の概算要求を公表。これによれば、その額は、およそ 7.7 兆円と本年度2023年度分のおよそ 6.8 兆円分から大きく上乗せされ、防衛力の強化期間という政策を反映したものとなった。今年度の2023年度分から2027年度分までの5年間の防衛予算の累計額は、これまでに43兆円に到達する見込みであることが示されており、最終年の2027年度分では、およそ 8.9 兆円規模まで段階的に増加していく試算がなされている。こうした日本の防衛予算の増額の道筋は、2022年12月に改定後に閣議決定された、いわゆる安全保障関連の3文書の内容に沿って実行に移されているものだが、当然、日本の周囲の仮想敵国の軍備に対抗する必要に迫られての決断だ。未だ、こうした防衛予算の増額に対し、太平洋戦争後の日本では、そうした方向性を、公選的な現政権が推進しようとしていると、批判の対象とする言説が、多くのメディア等でも散見させる状況であると言えよう。それらの意見は、日本が置かれた地理的な環境の下で、近隣の北朝鮮や中国の軍備の拡張からは目を背け、ひたすら自国の軍備にのみ危険性を叫ぶという従来しかとした構図で、ある意味、日本の言論の自由を証明しているとすら思えるほどだ。しかし、2022年2月から開始されたロシアによるウクライナへの軍事侵攻が、こうした冷戦構造下の日本国内のステレオタイプな机上論に投げかけた波紋は大きく、抑止力としての軍拡を受け入れる方が、世論の上でも主流に見える。そんな状況下の日本の2024年度の防衛予算の概算要求であるが、その使途とは、北朝鮮や中国が配備を進める中、長距離兵器への抑止を念頭に、ミサイル防衛用の多用策の拡充と、反撃能力の取得に重点が置かれている。ミサイル防衛用の多用策の拡充としては、イージス・アショアの代替となるイージスシステム搭載艦の2隻の新造を中心に、およそ 1.3 兆円弱が計上されており、この分野が、今の日本の防衛の喫緊の課題であることを示している。そして、反撃能力の取得だが、かつては敵基地攻撃能力と呼称され、自衛隊が、それらの装備品を保有することは、
専守防衛の理念に反するとの一部からの批判にさらされつつも、今後の抑止力の用として必要であるとの認識が向上した感も強い。反撃能力を示すための兵装として、開発と配備の強化が打ち出されているのが、スタンドオフミサイルと日本政府が呼称しているもので、これは、仮想敵国の防空兵器の射程距離外から、攻撃を可能とする長距離打撃兵器の総称だ。そして、今回の2024年度の防衛予算の概算要求の中では、このスタンドオフミサイルの一種として、従来までになかった新地対艦、地対地精密誘導弾の開発という項目が記載され、320億円の予算が計上されている。今回の2024年度の防衛予算の概算要求において、この新地対艦、地対地精密誘導弾は、長距離を飛翔可能な性能を持ち、地対艦、地対地攻撃に向けた精密な誘導性能を備えたスタンドオフミサイルとして開発されるものと定義されている。その上で、この新地対艦、地対地精密誘導弾は、すでに、開発と量産化が同時並行で進められている人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型の地発型で使用される地上装置を活用することが明記されており、開発の効率化も示唆されているように感じられる。今回の2024年度の防衛予算の概算要求で登場したこの新地対艦、地対地精密誘導弾だが、昨年2023年度の防衛予算の概算要求の時点では、当初防衛用新対艦誘導弾について、要素技術の研究を行うという、記述が資料上に記載されていた。この当初防衛用新対艦誘導弾について、要素技術の研究という記述が消え、今回から、新地対艦、地対地精密誘導弾の開発という項目が示されたことからも、前者の研究が、後者の開発として具体化され、名称が変更されたという解釈が大勢を占めている。人に、意識地対艦誘導弾は、その名が指し示す通り、2012年度から陸上自衛隊が調達を開始した対艦攻撃用途を主とする誘導弾を、装輪式の車両に搭載して運用される地対艦ミサイルシステムで、三菱重工業者が生産を担っている。オリジナルの人に、意識地対艦誘導弾は、亜音速で飛翔する誘導弾を発射する兵器システムで、その最大有効射程距離は、およそ 200km 程度と決して長くはないため、現状では、南西諸島の島々に分散して複数箇所に配備する形をとっている。これに対し、近年は、敵艦艇に搭載される対艦誘導弾を迎撃するためのミサイルの射程処理が向上してきていることから、日本でも、人に、意識地対艦誘導弾の射程距離を延伸して、より遠方の安全な場所から運用する方向で、能力向上型の開発が進められている。人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型は、その有効射程距離を、第一段階として、まず、およそ 900km 程度まで延伸し、続いて、最終的には、およそ、同 1500km 程度まで延伸することが見込まれており、飛躍的な運用範囲の拡大が期待されている状況だ。かつ、そうした射程距離の飛躍的な延伸に加えて、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型では、ベースである陸上配備の地発型以外にも、航空機に搭載する空発型、艦艇に搭載する艦発型といった発射破破機の多層化も行うとされている。オリジナルの人に意識地対艦誘導弾、そして、その改良版である、能力向上型ともに、対艦攻撃を主要としながらも、GPS を使用した誘導を行うことが可能で、限定的な対地攻撃用途にも対応しており、従来の自衛隊の兵装よりは、運用の幅が広がってはいる。これは、アメリカ製のトマホーク巡航ミサイル等でも同様であり、こうした兵装を批判する勢力からは、今の日本政府が反撃能力と言い換えた、かつては、敵基地攻撃能力と呼ばれた攻撃的な兵器だとして攻撃対象になっている。そうした批判が一部で根強く行われる理由は、こうした長距離打撃兵器は間違いなく攻撃的な兵器であり、自衛隊が基本理念として掲げる専守防衛という考えに反するとした
旧体制化としたイデオロギーが根底にあるのだろう。だが、今のロシア・ウクライナ戦争の推移を見ても明らかなように、航空機や自爆型の無人航空機による無差別な空爆を阻止するには、対症療法としての対空迎撃兵器は当然としても、元を絶つなら、削減地攻撃の並走が必須であることは自明である。そうした日本国内における批判を考慮しているゆえか、今回の新地対艦、地対地精密誘導弾についても、その対地攻撃能力については、言及は行われていないが、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型等よりも、精緻な対地攻撃能力の付与が想定されていると思われる。これは、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型等の対地攻撃時の誘導方式が、簡易な GPS を使用したものであることに比して、新地対艦、地対地精密誘導弾では、より精度の高い赤外線誘導等を実装するのではないかと、個人的には感じている。新地対艦、地対地精密誘導弾は、その最大射程距離でも、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型の最終版のおよそ 1500km 程度を大きく凌駕し、日本の中心部から、中国大陸の沿岸部を攻撃範囲に収める可能性が高いと考える。これによって、中国沿岸部の航空基地や地上のミサイル施設を直接攻撃することが、物理的にも精度的にも可能となり、本来的な意味で、中国の海戦意図をくじく強力な抑止力となるのではないかと期待している。ただし、新地対艦、地対地精密誘導弾に関しても、その誘導弾本体の飛翔速度は、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型等と同様に、亜音速である可能性が高く、中国側の防空網を考慮すれば、飽和攻撃が可能な数を揃える必要が必須にはなろう。艦出雲と加賀の大規模改修工事が進む中、 F-35B 戦闘機納入まであと少し。配備先は新田原基地となり、南西諸島強化が進む日本。今回は護衛艦ヒューガや伊勢になぜ注目が集まっているのかを詳しく深掘りしていきます。ドローン空母が自衛隊にも必須となりつつある現代、まさに次期空母は空を飛ぶ空母になるのではと考えるのは私だけですね。中国の国内景気は最悪で、世界の企業も撤退、中国は国内から崩壊していくし、日本の処理水問題は、ムカつく、海産物食べよ。海上自衛隊は、初の航空母艦の建造を計画し、2000年代に、ヘリ空母のヒューガ、ガタが登場した後、より大型の出雲、加賀というヘリ空母を進水させた。これらの艦船は海上自衛隊の顔となり、固定翼機を運用する能力を持つ空母として自衛隊の歴史に名を刻んだ。空母の改造は航空機との連携能力を向上させ、海自の対潜哨戒能力を大幅に強化した。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は海上自衛隊最大の艦船であり、F-35 ライトニング IIB 型を運用ができる。出雲型護衛艦の最大排水量は2万6000トン、11万2000馬力、速力は30ノットを超えるほか、SH-60 キロ回転翼機9機と MCH-101 回転翼機2機を搭載することも可能だ。帝国海軍の末裔である海上自衛隊は、早い段階から空母建造の構想を持っており、2000年代に、最初の全通甲板型護衛艦であり、
事実上のヘリ空母であるヒューガ型が登場すると、より大型で新鋭のヘリ空母出雲と加賀の2隻が建造された。そして、現在、出雲型はイージス艦と並ぶ海上自衛隊の顔であり、海自最大の艦艇である。また、固定翼機を運用できる本格的な航空母艦に改装され、海自の歴史に色濃い足跡を残している。そして、出雲型護衛艦の特徴は、真珠湾奇襲攻撃やミッドウェー海戦に参加した旧日本海軍の正規空母、葵竜を上回る 250M の巨大な船体であることだ。艦隊の格納庫は最大14機収容可能で、整備機能も備えているため、海上浮遊型航空基地としても運用され、哨戒ヘリが常時飛行して、周辺の警戒体制を作ることで、海上自衛隊の対潜哨戒能力の大幅な向上に貢献する。出雲は、同時に5機を駐機させることができ、高い対空戦闘能力を持つわけだが、大きな船体による機動力の制約から直接戦闘を想定しておらず、護衛を想定していることもあって、その運用能力は最低限の自衛機能に止まっている。その代わり、通信設備や戦闘指揮システムの拡充によって、指揮機能が見事に強化され、艦隊機関としての役割を十分に果たすことができるようになった。その他の特徴として、大型トラック50台、人員400人の輸送能力、汎用護衛艦3隻分の洋上補給能力、集中治療室や手術室を含む35床の病室など、他の艦艇では、不可能な幅広い機能を、艦の大きさをフルに活かして実現している。この装備により、出雲は、離島防衛における小型、強襲揚陸艦として、また、場合によっては、格納庫に野戦病院を設置できるため、小型病院船としても機能する。出雲は、海自発の航空母艦に改装されたが、収益前から、空母化の噂があり、特に、格納庫と飛行甲板を結ぶエレベーターが F-35B ステルス戦闘機を搭載できる大きさだったことから、様々な憶測を呼んだ。先に進水したヘリ空母、ヒューガは、軽空母を保有するための足がかりと見さされていたことから、まずはヘリ空母として建造し、国内世論や近隣諸国の反応を考慮しながら、およそ30年の耐用年数の範囲内でアップグレードするつもりだったのだろう。しかし、中国海軍の急速な軍事強化が目立ち、空母改造は当初の予定よりもかなり早く実施され、出雲の収益からわずか3年後の2018年、F-35B 搭載のためのアップグレードが決定された。そして、正式に空母となった後、出雲は、主に、次の4つの改造を受けた。1、F-35B 戦闘機が発する熱を考慮して、甲板の耐熱性を、強化に、夜間着艦に必要な誘導灯の設置3、台形の船首を長方形へと変更4、空母の運用に適したレイアウトにするため、艦内区画を変更。このように、漫画、空母息吹に登場するジャンプデッキは、ソナーのある艦首の重量が増すと、全体のバランスに影響するため、空母舵には設置されなかった。A 空母クイーンエリザベスでは、航空機の離陸を補助するためにジャンプデッキが使用されているが、その大きさが邪魔をして、駐機スペースが狭くなっている。米海軍のアメリカ級強襲揚陸艦が、出雲と、ほぼ同じ全長で艦首が長方形で、ジャンプ台は採用していないが、同じ F-35B を搭載していることを考えると、海上自衛隊は、同盟国であるアメリカから空母戦闘技術を学び、同国の揚陸艦を参考にしていると推測できる。出雲空母化の改修は、2025年までに完了する予定で、艦載機 F-35B は、2024年から、宮崎県の新田原基地に配備され、合計42機が調達される。F-35B の搭載機数については、単独では、最大15機まで搭載可能だが、戦闘機以外にも、哨戒ヘリなどを搭載する必要があり、実際には、任務に応じて、各艦の搭載機数は増減する。また、水平線の関係で、水上艦のレーダーでは、遠方の艦船を探知することが難しいため、早期警戒機 AEW の支援が必要となる。そのため、
米海軍の原子力空母には固定翼の E2 警戒機が、イギリスのクイーン・エリザベスには早期警戒ヘリコプターが搭載されている。しかし、出雲には AEW について言及されていないため、正確な役割は不明だが、次の3つの可能性が考えられる。1、陸上基地から運用される航空自衛隊の早期警戒管制機 AWACS に頼るに、英国空母に搭載されているような早期警戒ヘリコプターを導入。3、V-22 オスプレイの早期警戒型である EV-22 の導入。ちなみに、空母いぶきは艦載型 AEW を使用していないようで、先ほどの1で述べたように航空自衛隊に依存しているようだが、現代戦の勝敗を分ける冗長な早期警戒能力を提供するためには、やはり独自の AEW が必要不可欠である。残りの選択肢として V-22 オスプレイは出雲で問題なく運用できるが、肝心の EV-22 は開発すら始まっていないため、現時点では2番目の早期警戒ヘリコプターが最も現実的な選択肢となる。F-35B を搭載した出雲型は、軽空母や護衛空母の仲間入りをし、南西諸島海域での航空戦力の展開や、有事の際の大東諸島から、小笠原諸島海域での防衛空白地帯において、重要な役割を果たすことになる。一方、海上自衛隊の悲願である初の空母は、運用面で言うと初の連続であり、中国海軍の空母、遼寧と同様、将来の次期空母建造に向けた技術蓄積のための練習空母でもある。大隅型空母以来、着実に空母保有への布石を打ってきた海上自衛隊は、空母、出雲、や、加賀の改善点を見出した上で、状況に応じて、次期空母のプログラムを検討するに違いない。しかし、人員不足が、深刻な海上自衛隊が、より成熟した空母を運用できるかは疑問であり、限られた人員と予算を有効に使うのであれば、潜水艦や多目的フリゲート艦の数を増やした方がいいだろう。いずれにしても、当面は、出雲型空母のノウハウが蓄積される中で、本格的な空母導入の是非を十分に議論すべきである。出雲、加賀は、今や、海上自衛隊のシンボルとされ、練習空母としての役割に加え、南シナ海やインド洋にローテーションで派遣され、日本のプレゼンスを示す外交的役割も担っている。戦後初の日本の空母として、南シナ海やインド洋を航行しながら、米国、豪州、インドと共同訓練を行う意義は計り知れず、中国を含む近隣地域への情報伝達という、他の護衛艦にはない役割を担っている。旧日本海軍の時代を受け継ぐ海上自衛隊にとって、空母の保有は長年の夢であり、2009年3月に就役したヒューガ型空母の登場は、その夢の実現に向けた重要な一歩であった。ヒューガ型は、出雲型よりも、やや小型で影に隠れがちな面もあるが、本格的な空母となれば、F-35B 戦闘機の数だけ、哨戒ヘリの搭載数が減るため、対潜哨戒能力という意味でのヒューガ型の存在感は、今後、ますます重要になるだろう。レールガンは、日本政府が開発を急いでいる武器の一つですが、一体どんな兵器なのでしょう？今回は、レールガン開発がどこまで進んでいるのかが主題です。日本では、発電力もかなり向上し、総合的なレールガン稼働システムが構築できる技術が生まれています。一度開発し、
トライアンドエラーで小型化、人が使うまでできればいいけどな。2022年になってからというもの、北朝鮮は超音速弾道ミサイルとみられる物体の発射を繰り返しています。食糧援助を訴えていたこともあったのに、軍事費は潤沢なようですね。この飛翔体への対抗手段となるべく、レールガンの研究開発費が2022年度防衛予算に計上されました。実は、1月12日に、BS 日テレで、真相ニュースという番組が放送されたのですが、その中で話題とされたのです。番組の中では、小野寺御殿元防衛省と大原凡司笹川平和財団上席研究員の対談が行われ、レールガンの実力と可能性、そして今後の課題などが話題になりました。改めてレールガンについて説明します。電磁砲とも呼ばれ、次世代兵器とみなされる兵器ですが、火薬を使わずに、2本の通電性の高いレールに高電力を流し、磁場を発生させることによって、レールに乗せた弾体を射出する仕組みです。このレールガンは、試作段階で 200km 以上の長距離射撃が可能で、理論上は、火薬で発射する銃砲や、燃料を燃焼させて飛翔するミサイルと比べると、経費もかからず、しかも連射可能とみられるので、飽和的ミサイル攻撃へも対処できるのではと期待される兵器と考えられています。花火がわかりやすい例ですが、雨が降ったら火薬は使えませんから、火薬を使わずに発射できるというのは確かに効率的でしょうね。防衛省がこれまでに試作したレールガンでの発射試験結果によると、発射初速は2300m/秒。およそマッハ6が観測されたということです。戦車砲の発射初速は1700から1800m/秒と言われますが、それを軽く上回っています。防衛省の構想では、中国、ロシア、北朝鮮が急ピッチで開発を進めている超音速誘導弾への対抗手段になり得ると期待しているようです。前での真相ニュースの番組中では、キャスターから様々な質問がありました。レールガンを開発するメリットは何か？小原上席研究員は、弾体を非常に高スピードで遠くのターゲットに命中できると考えている。ミサイルなどに弾体が到達するまでの時間も短く、連射も可能ということだと答えた上で、アメリカ軍の地上試験では、射程 370km という報告があったこと、連射性能向上の可能性についても述べました。また、弾体に火薬を入れて爆発させなくても、高スピードによる破壊力が期待できるという発言もありました。強力な磁場を発生させるための装置は必要か？という質問に対しては、先行国アメリカが10年間開発を続けてうまくいかなかった理由として、高電力を出せる電源装置開発が難しかった。特に水上艦艇に艦載できるコンパクトな電源装置開発が難しかったためではないかと指摘しました。現状、レールガンが艦載可能な艦艇として例示したのは、統合電源システム IPS を備えているズムボルト級駆逐艦でした。IPS は、大きな電力を必要な箇所に集中的に配電できるシステムで、レールガンの発射は可能と思われます。高電力が必要なため、他の電子装置が使用不可能になってしまうので、現在は、発射されたミサイルを撃ち落とすため、非常に高価な迎撃ミサイルを使っているが、安価で連射可能なレールガンをどう評価しているかというものに小野寺氏は、
2012年平成24年に初めて防衛大臣に就任した時からレールガンについては理解していた。多額の費用がかかるミサイル防衛システムに代わる次世代のシステム研究をしっかり行うように指示を出したと明かしました。2017年、平成29年、防衛省に再任した時は、レールガンの試作機が製作過程だったが、かなりの高スペックを持っていることは感じていた。そして、自分は、自民党内の防衛大綱を議論するワーキングチーム座長という立場もあって、レールガンの性能向上のための予算計上も応援している、小原研究員と同じく、日本が持つ先端的電気関連システム研究に大きな期待を寄せている。陸上配備で対応可能と思われるが、専守防衛の観点からすれば飛来するミサイルを撃ち落とすには航空機へ搭載することも視野に入れつつ、レールガンは日本にとって必要な装備であると考えているという認識を示しました。また、番組内では、レールガンの課題とゲームチェンジャーとしての可能性、大きな電力を供給する電力源の確保、変則的に起動すると推測される、極超音速誘導弾迎撃に本当に有効なのかといった多くの疑問が投げかけられました。今後巨額に膨らんでいくと思われる研究開発費などについても、当然、遠慮なく、両氏に鋭い質問が飛びました。研究員も実用化についての一番大きな問題が電源問題と認識しているようです。常に電源を確保できる状態でなければ蓄電池などの装備が必要になります。その場合、放電後の蓄電に時間がかかるので連射はできないと指摘しました。とはいえ、電源システムや蓄電池技術に関しては日本は世界でもトップクラスなので、将来的にレールガンをアメリカと共同開発する話が持ち上がったとしたら、電源システムで日本の優位性をフルに活用すべきとのことでした。心配される極超音速ミサイルの変則軌道への対応では、小野寺氏は、レールガン一つだけで防衛システムを構築するのではなく、イージスシステムなど現在あるシステムと複合的に防衛にあたる、レールガンを含めて飛来するターゲットに照準を合わせて的中させるという発想ではなく、近距離で炸裂させ、ターゲットに被害を与えるなどの様々な可能性を研究すべきだろう。それはまだ始まったばかりと話しました。小原研究員は、極超音速ミサイルは、スピードが上がるほど運動性が低下する、高度を下げると、空気抵抗によってスピードが下がることから、変則軌道を取れるのは、空気の薄い高高度にある時だけで、ターゲットに接近して高度が下がると低速になり、いずれまっすぐ落ちてくるので、それを待ってレールガンを連射して迎撃できれば、相手が超音速でも撃墜は可能と語りました。レールガン開発はかなり前から始まったようです。60年前の1960年代から構想はあったそうですが、本格的に始動したのはここ10年ほどなので、その実現性を疑問視する意見もあるようです。しかし、小野寺氏は、防衛省幹部のレールガンへの期待と情熱を感じたり、対艦攻撃への活用という構想もあるので、実現の可能性は高いと考えているようです。さらに、日本とアメリカの共同開発が実現すれば、同盟強化にもつながり、2028年までには、テストを終えて実用化されるかどうかに注目したいと述べました。小原研究員は、2028年までに開発が終わるというのは、かなりのハイスピードということになる。日本がこういったハイスピードで技術開発を進められる底力を世界へ見せつけることで抑止力を高め、日本が主体的にアメリカと共同開発を進めていくことで、中国の日本には主体性がないという見方を変えさせることができると語りました。日本が今後革新的技術をさらに高めて、
ゲームチェンジャー的なものを開発できるようになったら、日本へ手出しすることをためらうようになり、戦争を起こさないことにつながっていくだろうと推測しているようです。新たな戦闘機の開発、日本、イギリス、イタリアの3カ国による GCAP、グローバルコンバットエアプログラムがいよいよ動き出しました。アメリカのロッキード・マーティン社との共同開発が固い止めされていた点を覆し、大きな変化を見せた日本。今回は、日本の IHI 社とイギリスのロールス・ロイス社による機関部の開発について詳しく見てみましょう。IHI 社の高い技術力で、国産の機関部の完成に期待。2022年も最後の月を迎えた12月9日、新たな戦闘機開発の枠組みを GCAP グローバルコンバットエアプログラムと名付け、日本とイギリス、イタリアの3カ国によって共同開発を行うことを正式に発表しました。日本とイギリスでは、2021年の末には、次期戦闘機のジェットエンジンの実証実験を行うことが決まっており、2022年の初めより、日本の IHI 社とイギリスのロールス・ロイス社において実証実験を始動。2022年2月には、次期戦闘機用のレーダセンサー類の実証実験機の共同研究も決定していました。したがって、今回の日本とイギリス、イタリアの3カ国による GCAP グローバルコンバットエアプログラムの始動は、これまでの流れを公式に各国政府が認めて満を持してのプレス発表と言っていいでしょう。この GCAP グローバルコンバットエアプログラムで開発される戦闘機は、航空自衛隊が運用している F2 戦闘機とイギリス空軍とイタリア空軍が運用しているユーロファイタータイフーンの後継として採用されます。この2年ほどで急速に強化された日本とイギリスの間での次期戦闘機をめぐる協力関係ですが、これまでのアメリカのロッキード・マーティン社が開発技術のサポートという形で関わるのが当然だという動きに区切りをつけた形となりました。太平洋戦争での敗北後、自衛隊が装備する戦闘機などの軍備につながる産業分野において、アメリカ製の機体を製作に応じて日本の企業が調達するといった形で制御され、航空機の開発技術も大きく後退することになりました。今回の次期戦闘機開発は、現在、航空自衛隊が保有している F2 戦闘機の後継機が目的で、そもそも F2 戦闘機開発の段階では、国産機を開発する計画でしたが、当時、エンジン部の製造が技術的に困難で、三菱重工業者を主としながらも、アメリカとの共同開発となり、F2 開発当時は、日米貿易摩擦が影響し、日本とアメリカ間において、政治的な問題から、アメリカの F-16 ファイティングファルコンをベースとすることが求められ、国産化が果たせませんでした。その F-16 戦闘機、ファイティングファルコンの各部において、胴体を延長し、主翼の大型化など、機体の大型化が行われたほか、日本の最新電子技術も盛り込まれ、大掛かりな変更が加えられ、必要な追加攻撃能力が強化されました。ところが、完成した F2 戦闘機の機体の中核である制御部分の情報が日本に公開されなかったため、後の状況の変化による日本での自由な仕様変更を行うことはできませんでした。そこで、F2 戦闘機開発の経験をもとに、その後継機開発に際しては、日本の三菱重工業者を主契約企業として、その下に国内の各分野の関連企業を決め、日本が開発の主導権を有することを前提として進めてきたのです。もちろん、
アメリカのロッキード・マーティン社やボーイング社との技術支援も視野に入れていましたが、これまでのようにシステムなどの情報をブラックボックス化される可能性も否定できない状況で、日本とアメリカの意見が折り合わなかったのではないでしょうか。そこで、次期戦闘機開発において、戦後初めてアメリカ以外の国、イギリスとイタリアに日本を含んだ3カ国で協力し開発、配備が決定し、これまでのアメリカとの関係とは違い、対等な関係での開発になると期待されています。さて、今回の GCAP、グローバルコンバットエアープログラムの開発にあたっては、日本では三菱重工業社が主契約者となり機体を担当し、IHI 社が機関部を、三菱電機社が電子機器を担当することが決まっています。そして、イギリスからは、BAE システムズ社が全体の統括と機体を、ロールス・ロイス社が機関部を、レーザー、センサ部の電子機器等をレオナルド社が担当し、チームテンペスト計画そのままでもあります。そもそも、この3カ国による GCAP が決定する前は、F2 戦闘機の後継機には、日本の IHI 社が製造した国産のエンジンを使用するとの見方もありました。それは、日本の次期戦闘機開発の一環として、防衛装備庁と IHI が開発を進めてきた実証実験機用に開発した XF5 エンジンや、XF9 エンジンが、タービン入り口付近の高温に対する耐熱性、大きな電力消費に対する発電能力や、ステルス性の確保に対する推力に関して、次期戦闘機に十分に対応し得る品質であり、すでに2018年に1機ではあるが、IHI 社が防衛整備省に納入しているからです。そこで製造された XF9 エンジンは地上での動作確認ではあるが、アフターバーナーの使用時には、最大推力約15トン以上、空気吸入用のタービンの入り口付近の温度でも約1800度を記録し、世界標準クラスの数値を示しています。この FX9 エンジンは、現在の防衛装備庁と IHI 社が、次期戦闘機開発の一環として2010年から開発開始されたもので、基本的なコンセプトは、スリムで大出力である、ハイパワースリムエンジンと呼ばれました。XF9 エンジンを搭載する戦闘機の、ステルス性能を極限まで高めるために、スリム化を推し進め、同時に搭載する燃料や兵装の収納スペースを拡大することは、大きな目標でした。そして、近年では、戦闘機による空対空戦闘は減少しているとは言っても、今回の FX9 の大出力は、戦闘機としての高機動性を保持するために不可欠な条件であり、敵のミサイル等による攻撃の回避にとても重要です。こうして出来上がった国産の戦闘機用 FX9 エンジンですが、スリム化、大出力、ステルス性を確保し、一定の数値もクリアしていますが、実用機でのテストはまだ行われていないので、量産化には時間がかかりそうです。XF9 は、戦闘機開発において、国産化に向けて、一定の成果を上げており、次期戦闘機への搭載に期待されます。さらに、イギリスのロールス・ロイス社との関わりの中で、これまでに培われた技術が、いかに活用されるか注目されます。イギリスのロールス・ロイス社といえば、イギリスやイタリアが採用している現行のユーロファイタータイフーンの機関部の開発も主導しており、世界的なエンジンサプライヤーです。そのイギリスのロールス・ロイス社ですが、テンペスト計画における機関部の開発には難航していると伝えられており、戦闘機の機関部の開発がいかに難しいか考えさせられます。ロールス・ロイス社が開発する機関部は、著しく電力を消費することに対して、スモールコア電力、熱制御、すなわちコアは小さく、電力は大きく、発生する熱を制御することに取り組んでいます。しかし、そんなロールス・ロイス社の技術力は、アメリカには劣るとはいえ、日本の XF9 エンジン技術よりは、はるかに高く、これからの戦闘機に求められる、発電能力と冷却性能の分野で先行していることから、やはり、開発の主導権を握るのではないでしょうか。そして、IHI 社製の、FX9 エンジンですが、小スペース、将来の戦闘機に対応できる発電容量も実現していますが、まだ発電能力と冷却性能の分野では譲るところもあり、今後、
これまでの開発を生かし、実用機での採用を期待したいですね。IHI 社は、2007年7月に社名を変更しましたが、それまでは、石川島播磨重工業株式会社として、江戸末期から160年を超える歴史があり、日本の三大重工業の一角を支えている、代表する企業です。航空、宇宙事業、エネルギープラント事業を手掛けており、日本初のターボジェットエンジンを開発するなど、航空機の分野において、ジェットエンジンの製造では、日本国内で 60% のシェアを誇っています。IHI 社がライセンス生産したものには、現在、航空自衛隊が運用している F2 戦闘機に搭載しているゼネラルエレクトリック社の F110 エンジンや、F15J イーグル戦闘機が搭載しているプラット&ホイットニー社製の F100 エンジンがあります。また、海上自衛隊が2013年から運用を開始している P1 哨戒機に搭載されている F7 エンジンは IHI 社によって開発され、省燃費、低騒音が特徴で実用化、量産化されています。このエンジンはターボファン形式の高バイパスエンジンとして、民生品にも応用が模索されています。海上自衛隊が運用しているヘリコプター搭載型護衛艦のリズモ型やミサイル護衛艦のマヤ型の建造を手掛けたジャパンマリンユナイテッド株式会社はユニバーサル造船と IHI マリンユナイテッドが合併して誕生しており、もともとは IHI 社の造船部門から派生した企業であり IHI 社の技術力の高さが伺えますね。